どのプレイヤーで最初の得点をマークするか三河。長野のスリー来ました。最初のシュートで決めてきました。好調長野。シェーファー選手のところミスマッチできてますから、そうですね、サイズ差があります、はい、シェーファーのところに三井がついている。熊谷が来た。フェイダウェイシュートを決めてきました。千葉戦は徹底マークに合いました。中村からガードのバンドパス、ガードが入っていきます。ホイッスル、バスケットカウントをもらいました。岡田対西田、岡田が入っていってタノーマになりました。シェーファービー攻撃から長野、西田が左側走る、バンドパス、難しい体勢ですがうまく体を当てながら西田らしい得点でした。パッシング外でうまく回していって、ダバンテガードナーからローレンス、まだ外にキックアウトして、長野のスリー、鮮やか決めてきました。サイモンがピタッとマーク、細谷ジャンパー、ミドルレンジのシュートを打ちました。完全に乗ってきそうな感じですよね。再び9点差、遠目の位置から隅のスリーポイントシュート、ディープスリー決まりました。そのシュートは落ちて、ミカウォール、西田が掴み取ります。長野に出す、右側には隅の、シェファービー後期に預けました。信州31番ミス、ここでタイムアウトを取ったのは信州です。西田のドライブからのシュートは取った、ガードナー。連敗を6で止めることができるか、水曜日のナイトゲームです。ガードナー対モズリー、逆に振り向いて得意のパターンです。最終的には67対53、信州が14点差をつけて三河を下しました。再び信州は貯金生活に入ってきます。中地区上位勢追撃へ向けて見事に信州が勝ちをもぎ取りました。敗れた三河、連敗がこれで7まで伸びる形になりました。